こんばんは、筆文字巻チャンネルです。今日はこの筆文字の師匠下やんからね、こういうはがきをいただいて、勇気は使えば使うほどどんどん増えてくるっていうのをいただいたので、ちょっと私なりの解釈と、ちょっと自分なりに訳してみた筆文字をこれから書いていきます。で、ちなみにね、このしもやんからの、もらったハガキっていうのはね、しもやん村が今岡山県に移転したんですよ。あ、移転っていうかなんだ、今まではしもやんランドだったんだが、しもやん村になったんですね。それで村民登録をするとこういうハガキが皆さんに送られてくるので、まだの方はぜひぜひ登録してみてください。では、私なりの解釈ですよね。そうそう、最初って何かやるのにちょっと勇気がいったりしますよね。例えば私結婚した頃とか、結婚する前とかは、スーパーとかね、100均とかで買ったものが、例えばなんか傷んでたりとかね、ちょっと壊れてたりとか、なんかちょっと使っただけですぐボロって壊れちゃったりとかっていうことがあったんですよね。でもそういうことがあっても、なんかお店に言うことができなかったんですよね。なんか100円だったし、まあ次からこういうの買わなきゃいいかとか、でそれって伝える勇気がなかったんですよね。なんかクレームになっちゃうんじゃないかとか、いろいろ考えちゃってたんですよ。で、最近はというと、そういうこと自体が起こらなくなってるんですが、勇気？そう、勇気って言ったらやっぱり私にとっては伝えることなのかな。人によってはね、なんか挑戦することだとか、昔だったら告白するとかね、そういうのにすごい、やっぱり勇気がいったんだけど、やっぱり未だにちょっとなんか勇気を出してやるっていうのは、伝えること、断ることとか、やっぱり人に対して何かを言うことが、なんか私ね、ちっちゃい頃からあんま喋らない子だったんですよね。おとなしくて、だからまだちょっと話すっていうことに対しては勇気がいるみたいなんです。で、人によってね、いろいろ勇気っていうと違うと思うんですけど、でもみんな昔勇気を出してやってみたことって、次にまたそういう場面が来た時に、なんかそこまでの勇気っていらなくないですか？初めてやるっていうね、時よりも2回目とかは割とね、いらないと思うので、ちょっと書いてみます。なので、JNP じゃないな、TKP だとちょっと変えてパクるでしょ。自分なりに訳してみる。だから JNY JNY です。では書いてみます。結構勇気がいるんですよね。でも、インクがあんまりないかも。勇気を出すと、ちょっとインクが。
勇気出すと、次からはちょっとの勇気でいいんだよ。なんか俳句っぽくなった？はい、ということで、まあ、1回目はねこれぐらいの勇気がいるかもしれないけど、次からはねこんな感じのちょっとの勇気でねいいんです。ということで、じゃあひもやんのと並べてみます。最後にハンコをタン。よし、はい、最後にハンコを押して並べてみました。